はい、ね、これナルトのゲームをね、皆さんやっていきたいかなと思います。本部の方はそちら調整お願いします。ね、あの本なんか前作のようなストーリーはないことのことですね。うん、まあこれがメインになるみたいですね、忍界武道祭が。はい、まあメインというよりソロでやる場合はこれがメインになるようです。ネットワークパートです。これもあのサブストーリーというオリジナルストーリーですね。リバティ今回この忍化月忍活劇をやっていきたいと思いますので、まあ初見ではありませんが、自分はあのこういう感じの迫力あるゲームは好きなんですけど、あのこういう対戦型、こんな感じの対戦型はとてつもなく苦手なジャンルっていうか苦手なんですよ。なのでまあ相当下手でございますので、まあ上手いという上手いプレーの好む人はちょっとまあブラザーバックでまあお願いしますね。まあね、下手でもいいやっていういいよっていう方はまあ引き続きお願いしますね。まずはこちらからやっていきます。トロフィーはもう難しいのが多いよね。 40% ぐらいかな今。光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係であり、切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。ついに祝賀なる。手回ししたかいがあった。これまで長く時間がかかった。これで雨隠れの内戦は終わり。あとは平定に向け適当に環境を作っていけば。さて次は俺の宿願がなく、お前たちに協力してもらう、そういう約束だ。分かっている。具体的には何をすれば。まずはメンバー、暁として活動するためメンバーを集め、数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にお前とコン、そして絶の3人、残りの7名を集め。なぜお前は入らない。俺は裏でいろいろある。時が来れば暁も加わる。それまでのリーダーはお前が。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの宿願でも。それで他のメンバーはどうする。ある程度こちらで目星をつけて、脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰。今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗む、不死として生きる忍び、覚悟、砂の抜け人で苦物の天才、サソウ。そして最後の一人は俺に近しい存在、そいつは俺が連れてくる。案内は絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを、メンバーを招き入れる。さあ動け、我らの待望の旅。
このレベルでは大した金にならない。めちゃくちゃだね。なんだお前たちは。不死の忍びかと。お前を暁へと迎え入れ。暁？本当の平和を作り出すための組織。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入れば。随分な物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のよう。お前はこれにならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦う。それもいいだ。俺が勝った。お前を暁に連れて行く。戦闘開始。神の力を見せる。そしておのの子どうやらただの忍びではないようだな。シャリンガンの手向いた。それがお前の生きる唯一の道だ。行くぞ。俺と共に来い。神の力を見せる。勝負は決した。諦めるこの手を。実は大した賞金取りかもしれないね。こいつ。この俺に勝利する夢でも見た。勝利。勝利あり。これが結果だ。英語を生きるお前でも神には勝てない。お前の負けだ。この力は一体。俺はこの世を正すか。来い。悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやらことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。
けた里だった。素材として使えそうなのはほとんど嫌ならねえ。次は当たりだといいが。風の国に点在する忍び里はたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。あなたの仕業だった赤砂の誘い。なんだてめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁？聞いたことねえ。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。随分と上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考える。仕事さえしてくれれば、あとは何をしてもお咎めはない。なるほど。悪い話じゃ。悪い話じゃないな。何をする気？あいにくと、自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしている。実力で連れていく。なかなか興味深いな。お前徹底的に調べてやる。戦闘開始。お前の芸術のためだ。お前には武装がない。ここ私には使命がある。成就するまで倒れるわけにはいかない。初めて見たな。なかなかの文字だ。石神の代。石神の代。引き裂いてやる。ここまで手こずるとは思ってなかった。ただの忍びだ。こいつ。俺の区別をもろくする。イラつくな。実力で連れていくと。南の舞。勝負あり。私には明確な目的がある。だからあなたにも負けない。